JR 神戸線、大阪、尼崎、三宮、姫路方面。
快速網走行きは8番乗り場から14時46分。新快速姫路行きは8番乗り場から14時54分。各駅に停まります。普通、西明石行きは7番乗り場から14時44分の発車です。大阪東線、花線、久宝寺方面。普通、久宝寺行きは2番乗り場から14時40分の発車です。この時新大阪到着までの間は電車が少々揺れますので、お立ちのお客様、車内ご通行のお客様は足元にご注意ください。今日も JR 西日本関西特急はるか号をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく新大阪、新大阪です。お出口は右側1番乗り場につきます。なお電車とホームとの間が少々空いているところがございます。降りの際には足元にお気をつけください。新大阪を出ますと次は終点の京都です。